私、どこにいるの？私を、どこに連れて行くの？私は…はい、ですね、会話の途中なんですが、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。わらしです。今回から、サムライメイデンという最近ちょっと流行りというか、まあ自分が気になっていたゲームをちょっとやっていきたいと思います。まあちょっと内容がもうなんかその JK がタイムスリップするみたいな、なんかそういう感じの話ってのはちょっとは聞いてたんですけども、まあ全く本当に何も知らないです。初見でございますので、よろしくお願いします。ではちょっともう早速やっていきましょう。調律の巫女。お、びっくりした。調律の巫女の末裔よ。末裔、もしかしてご先祖様になんか関係があるとかどうなんですかね。わかんないですけども。誰？調律の巫女って私のこと？すごいぬるぬる動くね。魔王に会うのです。うん、魔王に会うのです。第六帝魔王ですかね。信長ですか。魔王、その人に会ってどうすればいいの？何するんでしょうね。魔王に会い、そしてそしてどうするの？あなたは誰なの？声が聞こえないよ。私は、すごいぬるぬる動くね。びっくりしたわ。お、ここはまさか、あー、なんかタイムスリップみたいな感じですよね。なんか戦国乙女を思い出すな。うん、戦国乙女もそんな感じなんでね。私はで、え、ちょっとこれあれな、ギャルゲーっぽいな。ここどこ？なんで私こんなところにいるんだっけ？うん、わかんない。っていうか火事？消防車を呼ばなきゃ。あ、消防車呼びましょう。おお。嘘でしょ？どうしよう。あ、戦国乙女でもありましたね、これね。携帯出してね、連絡しようと思ったら県外っていうの。ここにいたら焼け死んじゃう。とにかく少しでも安全なところに移動しなきゃ。うん、それにしてもなんでこんなことになってるのよ。夢ならマジで今すぐ覚めてほしいんだけど。もう全く何もわからない状況なんですかね。誰かいませんか？うん、止まれ娘。お、ごついやつ来た。よかった、人がいた。いや、あんまり良くはないのか、この場合。でもよかった。あ、文字メッセージ文字送りは自動ではやりませんね。はい。おじさん、早く逃げなきゃ。途中で雑談入れたりするんで。ここはまだ安全っぽいけど、時間の問題だよ。あっちはもう焼け崩れ始めてるの。貴様、光秀の手の者か。ああ、本能寺か。光秀さん？知り合いにはそんな名前の人いないけど。うん、うん、それよりどっちが出口か知ってる？一緒に逃げましょう。じゃあこの子の名前ってなんて呼ぶんだこれ。待て、静かにしろ。後で調べてみよう。え、ああ、あ、明智兵。すごいね、キャラの動きが。あの明智兵が喋るためにすごいキャラが動くんだが。織田信長と敵との子、我らで一斉に切りかかれば人だまりもないだろう。何？あの人たち誰かを探してるみたいだったけど。娘よ、お前が光秀の手の者でないのなら
今出ていくのは得策ではない。どうして？さっきの連中に殺されるから。こら、冗談もいい加減にしてよね、おじさん。それよりスマホ持ってたら貸してくれない？私のは電波が入らなくって。次の反応が多分スマホだととかなんか言いそう。救急車？あ、消防車？違ったわ。何でもいいや、とにかく呼ばなきゃ。スマホ？やっぱり意味がわからん。意味がわからないのはおじさんの方でしょ、うん、おじさんがここにいたいなら勝手にすればいいでしょ。私一人で逃げるけど文句ないよね。いかついな顔が。マジで俺のせいでこんなことに巻き込まれたかと思えばこそ申し訳ないと思って教えたのだがな。ああめっちゃいいやつや。俺は別に構わん。のこのこ出て行って切り殺されてこい。まあ知ったこっちゃないわね。いやいや、え、おじさんそれマジで言ってるの？まあ多分信長公ですよねこれ絶対。信長ね、どこに隠れていた？信長になっても誰か見つけたらすぐさま公然に。うん、鬼のような男たち人質を取っても通用しないだろう。鬼って言われてんだ。あの織田信長も最後はあっけないものだな。何としても見つけ出せ。だからキャラの動きはシュールなんだってば。ああ探してますな。すごい動くじゃん君。人のことを鬼だの何だのと好き勝手言ってくれる。まあ事実だよね。魔王とかそういうのならあるけどさ、鬼ってのは初めて聞いたね。じゃああの人たちが探してるのっておじさんなの？そうだそうだ。うん、声が桐生さんなんよ。あ、そういえばおじさんの名前聞いてなかったよね。普通に喋ってるな。すげえな、コミュ力高えな。人に名前を聞くときは自分から名乗るものだ。この世界線の信長優しいぞ。あ、私は玉織紬、見ての通りただの JK よ。おじさんはただの JK で名乗るのもすごいな。あ、つむぎちゃんね。玉織つむぎちゃん、了解した。明日には忘れてそう。ここにいる。早く名乗れよ。おらおらよ、タクシー。やつを殺せば三つ入れたから三枚入れの褒美が出るぞ。これぞ継続上か。お前ら早く見つけろよ。聞いての通り、俺は織田信長だ。まあ察した通り信長でしたね。ちょ、おじさん声が大きいって。見つかったら殺されちゃうんでしょ。今声大きかったんだこれ。増票の数が多くなってきた。少し減らすか。減らす？暴れるのか。減らすって。娘邪魔をするなよ。間違ってお前まで殺してしまっても俺は責任を負わぬ。あの、もしかして本物の織田信長？まあ史実上織田信長結構有名ですもんね。まあ歴史の教科書に必ず載ってるような男ですもんね。そう言った。織田信長と豊臣秀吉と徳川は絶対載ってますよ。できれば生きたまま首を取れ。焼け焦げた死体では誰かも分からん。出入り口全て塞いでいる。逃げ場などないのだが。つむぎちゃんの動きがいちいち可愛いんだが。奴はまだ高本能寺の中にいるはずだ。何としても探してもらえ。お前ら焼き死ぬぞ明智兵。お前らはこっちを探す。弾は東側に回れ。結構窮地っすよね。この子もかわいそうなんだが。本能寺なの？本能寺っすね。そうだそうだ。今日って思い出せ、
私、そうだ、思い出した。今日って天正10年の6月2日？うん。織田信長？本能寺？どうや？6月2日？もしかして私戦国時代に来ちゃったの？来ちゃいましたね。来ちゃいましたよ。こっからどのように力を手に入れるんだろうね。まあ何かしらのね、あの末裔って言ってたから、ご先祖様とかが力を貸してくれるとか、なんかそういう感じなのかな。ちょっと待ってよ、戦国時代？ないない、ありえないって。ねえ信長さん、これってドッキリなんでしょ？じゃなかったら夢よ。そうに違いないわ。落ち着け、お前が何を言ってるのかさっぱりわからん。まあ噛み合わんのよな、会話はな。逆になんで信長さんは落ち着いていられるの？マジで火事だし、あれでしょ、命を狙われてるんでしょ。ジタバタしたところで始まらんだろう。この程度の危機、今までいくらでも切り抜けてきた。信長を助ける物語なんですかこのゲーム。いや、今こそジタバタしようよ、マジでやばいって。何のためにつむぎちゃんはこの世界に呼ばれたのかっていう話は。信長様！あ、女の子の声。ん？誰だ？乱丸とか。よかった、お無事だったのですね。可愛い子発見。イオか。イオ。忍びが何のようだ。急ぎ、信長様にご報告したいことがあって参じました。今忍びって言った？忍びって忍者のことだよね。じゃあ忍者、忍術を学ぶとか。衣装もコスプレなの？じゃあよくできてるな、めっちゃ可愛いし。可愛いよな。こういうのどこで売ってるの？それとも手作り？あなたはどなたですか？どうして信長様と一緒に。あれ、イオちゃんの声優さん、あれだわ、伊藤美希ちゃんだわ。何？私がどうかした？あー、調律の巫女様。ん？え、調律の巫女？それなんだっけ。どういうストーリーなんだこれ。最近どこかで聞いたような。ああ、間違いありません、調律の巫女様です。ほうほうほう。あー、何？どういうこと？ちけ、うちなるなんか力みたいな持ってんじゃないですかね、この子は。つむぎちゃんはね。いいよ。この者が誰か知っているのか？わかるように順を追って説明を。なんだお前たちは。むお。ん？ん？おじさまはちょっとどいていてくださる？私たち、そっちの女の子に用事があるの。あらあら、明智軍。鋼さん、そのお方は織田信長様ですよ。そんな失礼な。後で声優調べよう。この男が誰だろうが、わらわたちには関係ないのでな。うん。なんだか大変なようだが、そっちの問題はそっちで何とかしろ。小耳さんも、信長様を怒らせるようなことは控えてください。天下武武の織田信長様ですよ。今回ムービーでちょっとパートは終わりそうだね。知らん。で、本当にその娘が調律の巫女なのか。はい、間違いありません。お告げで見た通りの姿をしてらっしゃいますから。まあこの4人パッケージに載ってるんで、多分これらがメインキャラになるだろうな。わらわにはとてもそんな力を持っているようには見えんが。まあ多分うちなる力を持ってんだろ。静かにしろ。これでは何が何だかわけがわからん。まあ一応カオス状態ですね。美女4人に囲まれる信長。申し訳ありません。俺に報告があると言ったら。イオちゃん可愛いな。わかるように順を追って説明しろ。もう桐生さんなんよ。私もそれ聞きたい。はい、ですね、イオちゃん、そこまでよ。
事情を説明してる暇はないみたい。まあ今ちょっと状況が状況やろ。いつの間にかすっかり義外に取り囲まれておる。長々と話しすぎたか。義外？何それ。なんだ義外って。あれを見ろ。何？怪物みたいな奴らが。何あれ。ここにちょっと鬼武者要素もある。あ、噛みました。鬼武者要素もあると。魂を失った王者の慣れの果てだ。聖者を見れば見境なく襲いかかり命を貪る。資料みたい。光秀の陛下、ついにここまで追ってきたか。第三勢力ってこと？義外ってどうなんだろう。信長様、勝手ながら信長様の所蔵から魔を払う力があるという刀をお持ちいたしました。どうぞこれを。あ、もう世界観あれやんな。もう鬼武者やな。それはこの娘にくれてやれ。ああ、見れば丸腰のようだ。俺はこの左文字があれば十分だ。わ、うん、かりました。では調律の巫女様、どうぞこれをお使いください。ここで託される。うん、これ真剣じゃない。使えってこんなものどうしろって言うのよ。ワンチャン、内なる力に、内なる力じゃないや、ワンチャンなんか勝手に戦えるみたいな。死にたくなければ戦う。体が勝手に動くみたいな、そんな感じかな。自分の命は自分で守る。そんな死ぬって、うん、俺はこんなところで死ぬわけにはいかんのだ。戦うのなら俺の後についてこい。おお、かっけえ。これ信長生存ルートありそうだね。ちょっと待ってよ、あんなのと戦うなんて無理だって。危ない、巫女様。おお、カン。そうよ、だからお願い、今は戦って、後でちゃんと説明するから。迷っている暇はないぞ。腹をくくれ。絶対何かしら力があるってことやろうな。でも戦えって言われてもどうすればいいかわかんないよ。なんか戦えてるみたいな感じ。大丈夫です、これから戦い方をお教えします。それに私たちが巫女様を守りますから安心してください。では参りましょう。